のんべんだらり。はい、始まりました、のんべんだらりです。おはようございます。あ、おはようございますどっちな、なんぐだぐだ、すでにたまにはちょっと目覚ましテレビに出てくるお姉さんみたいに、おはようございますで行きたいなと思って、はい、おはようございます、はい、おはようなんやね、今日。そうです、はい、そうです、うん、誰がちょっと編集するかわからんけど、プレッシャーを与えておはようございますそんな編集せんやろ、このままやんか大して何もしないんですが、もうそれでもおはようございます、うん、おはようございますはい、はい、茶色い服をね、うん、着てるんですよ、うん、ね、最近茶色い服を着がちなことにね、うん、気づいて、うんうん、なぜかなって思いつつ、最近ね一番茶色い服がしっくりくるの、うん、なんかさ、一時期赤い服着とったあかねちゃんが赤い服ちょっと疲れてきたみたいな話をしとった時もあったやん、うんうん、これで私は今なんでこんなに茶色い服がしっくりくるかというとですな、うん、多分ね、うん、これはなんかこれもしかして薄々気づいた？どういう話の展開か。いや、違うと信じて聞くわそれがでも私そうやって思ったらもうそれにしか見えなくなってきて、うん、自分がどういうこと？嘘。いいよ、なんでか。うん、でもそれ聞いたらもう私のことそれしか見えへんくなってきて、ね、チェロが欲しすぎてそういうことね。チェロじゃない別のものかと思ってさ、今一生懸命考えたけど、ごぼうしか浮かばんくって絶対違うしと思って。いやもうチェロがね、うん、欲しすぎて、うんと思ったら、もう一人で車で笑えてきて、自分がチェロにしか見えなくなってきてチェロの擬人化？そう、もう自分がチェロなんや。そう、もうチェロが欲しすぎてはい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 、質問、はいはい、なんでそもそもチェロが欲しくなったの？はい、お答えしたいと思います。うまく答えられるかは分かりませんがはい時々うちの旦那さんは、うん、家にビオラがあんねやけど、ほうほう、そのビオラを出してきては時々奏で出すことがあるやんか。へぇそう、キュッキュッって引き出すんやけど、うんうん、で、またそんな時が2週間ぐらい前かな、あって出してきて、うんうんうん、で、娘たちが順番にこう引かしてみたいな感じで引いて、うんうん、さほど興味はなかったんやけど、うん、ちょっと弾いてみたら面白かったんやん。で、うんうん、私は子供の時から一回も楽器を習ったことがなくて、うんうんうん、ピアノも何も、うん、で、ちょっとこれはもしかして楽器やってみたい、何かやってみたいかもって思ったね。で、それを旦那さんに話しましたら、はあ、それはちょっとカルテットをやろうという話になって家族でいや、うち5人やしと思って、うん、そうやんなそもそも5人やん、5重奏やんと思いながら、それぐらいの知識はあるで、カルテット4やんと思って、うんうんうん、でも私その4も40層もどういう編成かって知らんかったんやん。弦楽四重奏が知らん、うん、皆さんご存知でございますか？いや、分からん。バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスってこと？違うんでございます。バイオリンが2台、うん、そう、バイオリンが1、2ってあるの。へえ、うん、で、ビオラのチェロ、うんうん、が四重奏か、その弦楽のカルテットの編成らしいんです。うん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 、でな、うん、ではどれをやるかってなったわけ。うん、誰がどれを、会議で。そうです、そうです、うん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 、
そしたら長男は真っ先に、うん、いや俺は弦楽器は、うんうん、あんまりいいってなって早く脱落をして、やるなら、うん、ギターがいいって言って、うん、で、あ、いやギターもええなと思って、そっから私そもそも楽器の違いがあんまりわからなくて、うんうん、バイオリンの曲とかを調べて葉加瀬太郎とかさ出てくるの、うんうんうん、もうなんかだんだん聴いとると自分が弾ける気持ちになって出てくるのね。わかる、うん、これわかるよ。めっちゃ簡単に弾けるんじゃないのこれはっていう気持ちになってきたりとか、うんうんうん、そうで他にはねチェロとギターっていう組み合わせで、うん、デュオをやったやつもあってそれもめっちゃかっこよかったんやん、うんうんうん、だんだん弾ける気がしてきて、うん、ほんで、うちそのカルテットの弦楽のスコアはね、うん、いろいろあるの。へえ。そう。それは旦那さんのこう趣味で、うんうんうん、いずれこうカルテットやろうと思っとったんやろな、きっと。へえ、うん。うん。ディズニーはなかったかな。久石譲のやつが多いんかな。うんうんうん。ほんでさ、初めて見たわけ。そんな全然興味ないんやけど。うん。それぞれの楽器ごとのそのスコアを見せてもらったら、うん、私さそもそもピアノのやつしか見たことなかったわけ、うんうん、今までその楽譜というものを、うんうんうん、でなんやトーン記号と変音記号はだいたいわかるんやけど、うん、ビオラには破音記号っていうのがあるよね。そんなも初めて、そう破音っていうのがあるの、そんなも初めて見て、どんなマークやったかな、うんうん、なんかその、ま、トーン記号じゃない、破音記号みたいなのがあったりとかして、それぐらい私は何も知識がないんだけど、うん、ピアノって10本の指で弾くやん、うんうん、で、ピアノは子供たち3人ともやっとって、うん、小さい時は付き添いに行っとったんやけど、うんうん、で、自分もなんか弾いたりもしてみるんやけど、10本の指を別々に動かすの本当に無理やったんや。うん。すごいなと思って。うん。だけど、それを経験しとって、今度、うん、弦楽のスコアを見たら、あ、ポン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 って一つの音ばっかりとか、せめて出てきてるんやな。そうやな。うん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 。当然じゃ当然なんやけど。うん。うん、おーと思って、うん、これはできるんじゃないっていう気持ちになってきたわけ。いやめっちゃわかるよ、めっちゃわかるよ。めっちゃわかる。一つの音だけをひたすら追っていくのかと思って、うんうんうん、ほんでまた再び家族会議になって、うん、その時にはバイオリンも断然私バイオリンがやりたいと思っとった、うんうん、メロディーやし、うんうんうん、練習もさぞ楽しかろうと、やっぱりバイオリンがメロディーになることが多いやん、うん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 、でもそしたら娘たち2人もバイオリン志望なのよね。ああ、うん、当然のことながら、うん、で旦那さんはそらビオラやっとるで、ビオラやっとったんやで、他のも弾けるやろって言ったら、うん、違うんね、あれ楽器は、うん、ビオラの押さえる弦の位置と全然違うんね。へえ。なんちゅうの？C 線とか D 線だ、なんちゅうの？うんうんうん。C、うん。A 線とかいうの？うんうんうん。その順番も違うんね。へえ。いやで弾けやんねやって、こうすぐにこう同じように弾けるからと言って、ビオラがいきなりバイオリンに変更とか、難しいらしくて。うん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 、そうするとチェロが残ってきたわけよね、どうしても。誰もチェロをやりたがらない、うんうん、で私はその晩チェロの曲ばっかり聞いたんやけど、 YouTube で探してはチェロ、うん、探してはチェロ、うんうん、めちゃくちゃかっこいいんやんチェロが。うんうん、低音やし、うん、うん、そうね、そう、そしたらなんかもう私めっちゃチェロの奏者のような気分になってきたわけだよ。、うん、弾きすぎて。うん、もうこれはチェロやと思って、うん、そしてそれからチェロをさ、うん、探したわけ、安いのないかなって、うんうん、そもそものそのチェロの価格もわからんくて、そうな、わからん、わからんね、
あ、普通に検索したらさ、60万とか70万の。そんな初心者が始める額じゃないやん、どう考えても。いくらその単音で追っていけるやろと思っとってもそれはあかんやろっていうのは分かるでさ、自分も。いやいや、これは投げ出す可能性あるぞと思って、うん、それでですな、はあ、2日ぐらい前かな、うんうん、ヤフオクに、はあはあ、探しに行ったわけですよ。ありそうありそう。そう、うん、オークションやったことある？あるあるある。うん、嘘。それって、そして落としたことがある？何回もあるよ。うん、ある。嘘、何回もあるの？うん、私ヤフオクの取引何千件あるよ多分。何千件もあるやつが、私はもう最近は憎くて憎くて。だってもう何十年以上やってると思う。こんなところに、私はちなみに1なんさ今まで。ああ、うん、え、それもっちゃんはちなみに例えばどういうものを落札したか聞いてもいい？いいよいいよ。買ったり売ったりやけど。あ、売るのもあるの？売るのもめっちゃ売ったし、なんか子供服とか子供のものはめっちゃ売ったし、最近は私の旦那がコレクションでアンティークの時計をコレクションしてる。あ、なるほど。で、そういうのってやっぱりヤフオクで買った方がいいし、うんうん、あと一番高い買い物は車かな、ヤフオクで。嘘ー、旦那がさ、うん、嘘、うん、ヤフオクで自分の欲しい車を見つけて、うん、でそれが熊本県の車で見に行ってたよ、うん、熊本へ。そう、電話して、うんうん、で熊本まで現車確認行って、うん、そしたら現車確認に行ってから、そう、行ってる間にもその落札、じゃあ出品者の人にめちゃくちゃ電話が鳴りまくってんの。車を見たいですみたいな。あ、他の人からも、他の人からも。すごい。でもそれぐらい価値の高い。オークション、いやで、オークションって入札で高くなってくやんね。うんうん、だから、うん、こうちょっといくらかあんまり覚えてないけど、うん、例えば100万円の車やったら旦那が130万出す、でもここで即決してって言って、うん、なんか、え、そんな、うん、そんな交渉できるの？できるできる。即決価格あるよね。即決価格あるね。うん、なくても作ってもらえる。その場で。あ、そうなんや。うん、もうプロやろそんな。だから、うん、そうね。それはすごい。じゃあその、ね、何千件が憎いのはなんで？何千件が憎いのは、はい、私はだから言ってみたら今まで行ったらのグラスを、うんうん、もう廃盤になったやつを、うん、5年ぐらい前に落札した以来やったんだ、うんうん、けど私1なわけよ、うんうんうん、いやもう完全に舐められるやん1って1なわけよ、うん、ほんでな、うん、オークションが始まりました。はあ、5日間ぐらいやっと、あれは物によってその人が設定すんねやな、うん、きっと、うん、出品はしたことないで私には分からんけれども、うん、5日間ある、はい、で初めめっちゃ安いやんか、安い、うん、私オークション初心者、うん、いやでめっちゃ安いチェロがあるって思うわけやん、思う、うん、そやな、うん、5日間ずっとそわそわしとるわけやん、うん、あ、うんうん、で私初心者やで、あなたが最高額です、うんうん、4日間ぐらいそれやん、そうね、そうね、うん、もうちょっと自分のもの気分になっとるよ、うんうん、そしたら最終日になって、うんうん、今までの取引数400ぐらいのやつらがこう、あれあれ私が最高額じゃなくなったって言ってきとるぞみたいな、うん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 、おかしいなと思ってあ、まだでも全然 OK と思って、うんうん、だからそもそもさ、うん、5万ぐらいでないかなって思ったん、うん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 、で3万ぐらいまだ最終日で、うん、3万円ぐらいだったで、はんはん、
でチェロ配送も6000円ぐらいかかるんやん、うん、でっかいから、うんうん、ああ。うん、でまあ4万5千円ぐらいまでは戦えるぞって思っとる、うんうんうん、なんかこう3段が頭の中に、うん、あかんあかん初心者やでって言ってこれもういくらって決めとかなストップを自分の中でここまでって決めとかなえらいことになるわと思って、うんうん、それはどんどんそのやり方でみんな自分の中で決めとんのはいいかあのここまで、うん、決めるよね、うんうんうん、あそういうものなのねそれはじゃあ正しいんやうん、うんでもそわそわするやんあれ最終日になってきたらうんあでももうあと2時間で終わるこれは私やと思っとったら何あの最後の1時間のひどいことはそう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 でもそうや、ね、言ったら最後の10分じゃない、うん、そうよ、うん、そこよ、ね、そうなもう先見のやつらがいやだって私も落札するときそうよじゃあほんでさ、うん、私本気で欲しいんやでいや私は本当に演奏したくて欲しいんやで、はあうん、ほやけど、はあはあはあ、あ分からこれもう私のもう完全にここからはすいません私の個人的な偏見ですはい、うん、1000件を超えるやつらはこれ転売しとるやろって思っとんのあ業者とかのねそうよこれ、うんうんうん例えばこれいくらかで落としてその後メルカリやジモティで売ってねえかとかしてイライラしてきたわけどんどんあ楽器やでかな余計にそう思ってしまうんかなあのこの人が今まで何を買ったか見れるやんね、うん、見れへんやろ見れるよ見れる評価で見れるよね、うん、評価で評価クリックするとどの商品に対して良い評価がついたかとかが見れる商品名まで見れると思うけど出品しとる人やろあと落札あの購入しようとしてる人とかえみんな入れとるやんかブワーってうん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 その人たちの名前なんか米印入ってるやんあーそうやなわかる何言っとるかわかるわかるわかるIDのところさちょっとあんた本当に弾きたいと思っとんの、うんうんうん、ガキのこと愛しとんのって思いながらイライラしながらさあれじゃない、うん、あの買って、うん、メンテナンスして売る業者みたいな、うん、それはあるよなうんそうかもねなんかオークションとかメルカリに出してる個人から買い取って、うんうん、売るみたいな、うんうん、それはあるよな業者が仕入ればまあ、うん、OK やと思っとんねんけどさそのままもう一回出して楽器のことは愛しとんのかとかってなんかだんだんさ、うん、イライラしてきたほんでなさらにこう出品しとる人に、うん、高い買い物やから、うん、あのチェロって首のネックの部分が取れること多いんやって、うんひびが入ったりとかやっぱ負担がかかるんやんな、うんうん、あの部分にな、うんうんうん、で一回私チェロの工房にも連絡してどうやって購入するのが一番いいかなみたいなのを相談した全然知らん人やけど、うん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 、そしたらオークションでもいいけどオークションは大概の場合そのネックにクラックが入っとったりとか、うんうん、昆虫が立ってなかったりとかするんで気をつけてねって言われてもう昆虫はご存知ですか？わからない。昆虫は魂の柱と書くんですが、うん、あバイオリンとかあの弦楽器の、うん穴が開いてるあのハウスの中に、うん、ハウスとは言わないやろうけど、あの、うん、中に、うん、ちっちゃな細い棒が、木の棒がかましてあるの。うんうんへえ、うんうん、うん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 でそれでこう、わかる？わかるでそれで響きをこうが起こるようにで昆虫が倒れとったら弾けないんです楽器として成立しないらしくてはははは聞いたら早速私はそのうんうんうん、うん、出品者に聞くわけようんうんうん、うん、あのネックにクラックはわざと日々なんて言わへんよクラックはうん入ってないです、うん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 、見たところ入ってなかったと思います、うん、
え、なんで過去形なんと思ったら、もう梱包してあるで、うん、見れへん。うん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 。早っと思って。うん。昆虫は立ってますかって聞いた、うん。うんうん。専門的なことはわからないので答えられませんって言われた。うんうんうん。あ、そっか。楽器のことは全くこう愛してない人たちなんやと思ってさ。そうやな。うん。うん。そういうことやね。そういうことだよね。別に楽器が大好きだから出すわけじゃないもんね。でもさ、うん、すごく大事に使ってた人やったらわかるやん、うんうん、そうなのよね。だから大事に使ってた人の手元を離れて、うん、全然楽器のことわからん人が売っとるから、うんうん、もうそれ落札できへんかったやろ。そうだよ、最後はだから1000件のやつらよかったやん。え、いくらでちなみに落札されとったん？そう、やっぱ気になってさ、もう最終日は目が離せへんくなるのね、うんうん、そうね、そうね、そういうものなのね、うんうん、そうなのよ、うん、そうなのね。で、最終的にはすっごくジャンク品だと思われるような、うん、弾けるか弾けないかもわからんものでも10万超えてくるの、うん、あ、やっぱりみんなさ、工房の人とかが安く手に入れて直しておるんかな。まあでもそれはわかるんや、うん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 、仕入れをされとるんやろなっていうのはな、うん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 、で技術屋で直してまた出すんやろなっていう人はわかるけど、うんうん、まあ多分その日、うん、そのもそもそも出品しとる人は、うん、オークションで買ってオークションで出しとるんやと思うな、何もいじらずに。いやで昆虫とかわからんのかなと思うさ、うん、買い取り業者とかも多いよね、うん、そうや、そういう人もらもおるよね。うん、そうなんやな、リサイクルショップの人とか、うんうんうん、それさ、もっちゃんの旦那さんみたいにさ、めっちゃ車詳しくてその価値も絶対って思っとりゃええよ。そうやな、むっちゃ怒っとるやん。めちゃめちゃ怒っとるよ、もう分からなくて怒っとるやん。めっちゃ怒っとると思って、うん、怒っとんのやな、うん、そう、やで私はもう自分がチェロになっとった、気づいたら。そっか、なるほどね、はい、うん、でもチェロは弾ける気でおる、もうなんか、うん、あのさ、えみちゃん、私、はい、昔サックス吹きたくって、はい、でサックスの曲ばっか聴いとったらもう私吹けると思ったでサックスの CD いっぱい聴いとったらサックスも単音やね、和音とかあんまりないから、うん、あ、そうなのね。で、うん、私ピアノってさ、10本やでさ、言ってみたらもうすごいなんか和音がすごいわけよ。そうよ、うん、だから天才よ。そう、ピアノに比べたらサックスなんて吹けるやろと思っとった、うん、まあ、まあ、私は恐ろしいことを聞かされるのかしら、うん、でさ、サックス借りて、うん、で、あのうちの旦那はサックス吹けるんね、ほう、なんと素晴らしい。で、四日市港まで一緒に行って、うん、で、ちょっと吹いてみようってことになってちょっと怖い、うん、めっちゃおもろいんだけど、うん、私最初恥ずかしいでさ、ちょっと、うん、あの弾いてみ、あのサックス吹いてみてよって、私はまず吹かずに旦那に吹いてもらった、うん、そしたら音がなんかドロロロロロロロンとかなって、うん、うん、すごいすごいみたいな、うん、ちょっと私もやってみるわって言ったら、うんうん、スーってなるの、スーってなるんや、なんか音がプッとかも出ない、うん、スーってなる、うんうん、港で吹いとらんくってええやん、そしたらで、もっと力強くって言われて、うんうん、でもっと力強くブッてやったら、もうすっとんきょうな音がなるの、ピーってなるの、なんかこう、そう、プーみたいな、はあ、もう静香ちゃんのバイオリンやん、そんなあら、そう、で、うんうん、あ、私無理やなって思ったもうそれ以来全然吹いてないの、うん、1回だけ早っ、諦めんな、早っ、早いよ、早いよ、やっぱりね、あの音が、あのピアノでもドラムは叩けるんやけど、ほう、あの叩いたらとりあえず音が出るやつはいいよね、そうやね、うん、そうか、
そうそう。そうするとピアノは押した通りに出るからな、まあ、そうなん、うん、そうなん。指でこう、うん、ニュアンスみたいなんじゃないもんな。そう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 。で、うん、バイオリンとかってやっぱり綺麗な音出すのが難しいのかな。あの押さえる場所がさ、うん、ちゃんと決まらんと、うん、音はちゃんと音出やんよね。あ、やっぱ静かちゃんになる？うん。なる。あとこう、弓の押さえ方、弓をこう滑らかに動かさないとギギギギギギってなるよね。あかねちゃん経験者？私の妹たちがね、バイオリンを習っていて、おお。私はピアノ、妹二人はバイオリン。家にチェロがある？チェロはもらおうとしとる。チェロあったらもっと言っとるし。シェアとかせんでも言っとったし。そうそう、うん、この1週間で、あ、もしかしてチェロあるって何回言ったかなと思って、会う人会う人取りつかれとるやん、もうチェロに。でも、エミちゃんさ、うん、もうそこそこの値段のやつ買いなよ。そうね、まあそう、うん、そこそこの値段のを、うん、20万ぐらいの買いな。20、うん、私の絨毯と一緒一緒。絨毯はさ、絨毯も20万で買ったけど、めちゃくちゃ安くならんもん、うん、きっとね。そうそう、だから、うん、その絨毯も、ね、ビオラもチェロも、うん、やっぱりいらんなと思った時にそれなりでやっぱ手放せるんじゃない？うん、そう思うよ。それでも私、うん、ヤフオク出品数いつの一の人が出してもなんかもうな、あれそうや。エミさん、エミさん、お忘れここに。千の人に出してもらえばいいんや。何千件がおるからここに。何千件の人に出してもらえばいいんや。本当にも代理出品ですって書いてもらえばいいんや。あのね、代理出品ですが、あの、うん、手元にありますのでどんなことでもお答えします、誠実さを見せる。そうか、代理出品っていうのはそういうパターンもあるわけか、うん、マスターに頼むんや。そうな。なるほどな。だから私このいっぱい取引あるけど、うん、友達に頼まれて売ったのもたくさんあるよ。そうなんや、うん、めっちゃある。もうその時はもう頼まれたら暇やし、いいよいいよって言って、うん、で写真を買って出る。もう普通に写真撮るとこからやってあげてた。どこからやる、うん、でだんだんそれに私なんでこんなことしとんのやろと思えてきて。わ、うんうん、かる。人のやつはちょっと極力やめようみたいな、うんうん、ちなみに今まで売った中でこれはいい取引やったって思うようなものはあるの？売る方ね、売る方よ。いい取引ってどういうこと？思っとったよりもめっちゃ上がったみたいな。あれってやっぱりその場で欲しい人がおったらどんどん上がっていくわけやんね。私はね、もう売り切りたいの。あ、じゃあ、うん、あのこの値段即決ですっていうのが、そうそうそう、大体出す。あら、うん、もう売り切りたいから。でそれもそんなに、うん、そんなに高くないというか、べらぼうに高い金額じゃないところで。じゃない、もう大体相場を調べて、うん、で、あの結構入札が入るような人気商品やったら、うん、まあ定価ぐらいで、私は定価で、定価以上で儲けるつもりはありませんので、誰かに使ってもらえたら嬉しいのでっていう感じで出す。はあ、なるほど。だってねえ、儲ける気でやってないでやと思う。まあそうやね、そうだね。うん、あかねちゃんも出したことがある？昔ね、学生の時とかやっとったよね。うんうん、あら、そう、うん、なんか友達とかはさ、米表とかでさ、の1000円の見切り品コーナーとかでさ、ブランド品を探してくる。たまにさ、本当に結構いいブランド、ギャルソンみたいなのとかがさ、うん、安く売っとんの。それを買ってきて、それ仕入れるんやん、自分で。ほんで、ヤフオクで売るって言って、それでなんか生活費を作っとる友達はおった。なんとすごい。すごいね。
古美術賞みたいな。うん、ほんとほんと。ねえ。すごいな。でも思ったのよ、そうやってでもオークションをやると物の価値、うん、なんか何を見てもさ、うん、ちょっと見方が変わるね。うん、うちの中で、さてこれいくらで売れるんやろと思ってさ、なんか見方が1週間ぐらい変わってきて、オークションやったもので、うんうんうん、これは値段が上がるんかとか。私チェロを、何、うん、いいよ、チェロ、何何、あ、いや私ほんとくだらんのやけど、うん、洋服を昔よく出品してた時は、うん、リサイクルショップに行って、うん、相場を見たりしてた。うんうん、うん、そうか、そう、なんかどういう、そういう、うん、どういう商品が売れるのかとか、私のはいくらぐらいで売ればいいのかとか。はあ、すごいよね。でも暇じゃないとできやんよね、オークションの出品って、うん、できやん。そうやな、ね、豆じゃないとできやんねやなって思った、うん、そうか、うんと、うん、ねえみちゃん、いつ工房に買いに行くの？工房にはね、週末かな、バイオリン、バイオリン工房で、うん、ああ、そうなんや。今ね、チェロは1本しかないんや、うん、うん、もうそれ買うな。そやろ、それがさ、聞いてくれる？うん、まあこれも最大のオチになってくるんやけど、はあ、うん、私はそれで、それによって、はあ、オークションをまあ2回、うん、2日間張り付きでやってみたことで、はい、すごいリサーチ力がついてしまったやと思う。うん、いいよ、うんうん、な、うん、そしたらさ、うん、その売りに出とるチェロがさ、はい、過去にオークションに出とったジャンク品やってことに気づいてしまった。えんやに、でもリペアしとんで、うんうん、なんでそんなん分かったん？よっぽどこう遮ってしもたわけよ。すごい、わっしょい来たね。うん、なんかそれでな、思い出した、その、うん、昔もっちゃんが私浮気しとる男は分かるって言ったその言葉がもう頭の中でずっとリフレインして、これ世の中を知ってしまうっていうこの悲しさはこれかって思った。アーム上で買うの？その嗅覚が身についてしもたんやと思って、うん、恐ろしくなって、うん、え、じゃあちょっと待って、いくらでジャンク品で落札されたのがいくらで売っとんの？55年も、これ言えんかな、言って大丈夫やな、そんなんじゃ誰もわからんな、55年もののオールド品やった。はあ、で、うんうん、そうやったもん でラベルとかでも分かってしもたわけよ。うんうん、その方は、うん、7000後半ぐらいで落札しとんの。ほう、すごい。うん、でもその時の写真と、うん、今出して見える写真と、うん、リペアしとる箇所ももう分かっとんの。でも消えてない傷があるで、もう絶対これはって確信しとんの。すごいすごい。はい、これは悲しいかな、それに気づいてしまったっていうね。冴えてる、冴えちゃったんだよ。ほんでいくらで売ったの？ほんとほんと、これ以上は下げられませんって言って9万なんです。あはー、でもな、私、うん、さらに分かるのは、うんうん、自分もこう、うん、能力をお仕事にしてるから、はい、すごく妥当で、そんなに取ってないという、うん、こう良心的なやり方やっていうのも分かった、うんうん、はあはあ、妥当な線だよそれはって、うん、むしろその人に言ってあげたいけど、はい、まさかそれの出所は分かってますよとは言えませんので、そういうことが分かったという。え、言ったらええやん。言う？私、え、普通にこのチェロすごくいいし9万円でもいいと思うんですけど、これってこれですよねって見せて、どこを直したんですかとか。そんなん言う？私聞ける。うそ、あの、寝入るつもりじゃないんですって言って、なんかジャンクで出てたから大丈夫かなと思ってみたいな。マジか、それは思ってみえやんかったな。だってその買った人とさ、リペアした人は別人かもしれへんやね、ま、そうだね、うん、間にまた違うリサイクルショップとかが入っとるかもしれへんや。うんうんうん、いやで別に聞いたっておかしくないよね。
うん。それは思っても見やんかった。だってそれに何あの部品とかさ技術とかすごく多分かかるから、うん、まあ9万円って言ったらまあその工房やし、ね、うんうん、いいよ。うん。それは4000円私。え、電話で私聞いたのか。いや絶対いやで、私は、うん、本当にそれを見に行こう見に行こうと思ったけど、うん、うんうん、いくらでこれ出てましたよねはもう絶対言わんとこうと思った。あー、いくらでっていうか私昔これ見たことあるみたいな。そんな、そんな言ってるの。いくらででもよくない？むちゃくちゃさ、うん、値段に差があればさ、ちょっとあれかなって思うけどさ、妥当やと思うんやしさ、うん、だってむしろさ、ね、ジャンクで出てたんやったら本当に大丈夫か気にならない？うん、いやもうその人はプロやから、どうしてそこで買おうと思っとんの？オークションはそれこそどうなっとるかわからんで、よう買わない。そうやな、そうやな。そう。で、その人に相談に乗ってもらったんやけど、オークションで買っても、だいたい直すのに5万円ぐらいやっぱり整備費にかかるよって言われた。ああ、そうなんや。状態にもよるけど、最低ラインでやっぱ5万ぐらいちゃんと弾けるようになるまでに、楽器として調整したりとかっていうのに、5万は見といた方がいいよって言われた。へえ。うん。いやで妥当やと思っとんの、その人のね、その利益やったりとか、うんうんうん、買えた部品やったりとか、とか思ったら、うんうん、妥当やと思う。でもそれはよう言わんわ。私、本気じゃないでかな、この買う買わんがさ。本気で自分が我が事やったら、もうちょっと言えやのかな。ちょっと絨毯で考えてみたけど、絨毯やったら言えやんかもしれんと思って思えてきたけど、ちょっと待って、でもええやん、チェロ愛がさ、もう溢れとるやん、うん、お互いから。うん、ちょっと待って、ちょっと待って、例えばよ、うん、例えれるかな、うまいこと例えばよって言ったものもうまく例えれるかな。もとこさん、あなたのそれやってる講座、あそこであの知識得てきたの、いくらで講座受けてきて、それでまたこう自分のものに直してやってるっていうことですか、どこで習ってきたんですかみたいな、そんな話。ちょっと違うか。だいぶ違うね、それね。それ違うか。いいだろうな、うん、それ違うな。例えば私が持っとる、私がちょっと前に、時計、アンティークの時計をオークションで落札したけど、うん、まあ、それをあ、そっか、落札した時計を修理に出して、うん、落札した額よりも倍ぐらいの修理費がかかったん。うん、うん、うん、うん。で、それを私が次に誰かに譲ろうと思った時に、これ、例え、なんか5万円ぐらいで出とった時計やけど、なんで今10万円なんて言われたら、これ、これとこれとこれ買えるのに、これ買えて、これ買えて、こんだけの手間がかかったで、10万円になるんやわって、あんまり嫌な気持ちはせんかな。時計屋でかな。もっちゃんが、うん、時計屋さんじゃないからじゃない。そうです、そうです、それです。ああ、そうか。その方は仕入れをされていてやんか、完全に。いや、それもわからんけどね。転売の転売かもしれん、うんうん、そうやね、そうやね、とかね、それは誰かから譲り受けたとかかもしれんし、わからんな。でもすごいね、そんなさ、ジャンクで出とった何千円のチェロをリペアして、うん、もう音が綺麗になるまで直せるっていうのはすごいと思う。うん、だからそれはその仕入れをするときに、なるほど、こういう工房の人はこういうものを買うんやっていうのも大体わかったんだ。割れ取ったり、完全に割れ取ったりしたらもうそれは直せへんやん。ジャンク品、同じジャンク品でも、うんうんうん、でも部品が取れ取ったりとか、それこそ昆虫が抜け取るぐらいなら別に工房の人は直せるわけや、うん、物が状態が良くて、まあ、傷がちょっとあるぐらいやったら、うん、致命的でなければ直すんやと思って、うんうんうん、だからたったチェロ一本こう買おうと思っただけでもいろんな世の中のことが見えました。そうやね、うん楽器って高いよね。そうね、はい、そんなお話でございました。いやなんか今日めっちゃもうすごい勉強になった。いろいろチェロめっちゃ分かった。そう、なんかチェロを引き出す前にいろんなことが勉強になった、
私は、うん、だからもうその工房のチェロが手に入った時にはそう、もう55年の重みを感じながら、うん、そうよ、うちの中で誰よりも年老いた人になるんだけど、ね、もしねそいつが来たらとかって想像してしまうわけも、うんうんいやうちの旦那よりも上やんとか思ったりして、うんうんうん、そういうの思ったりとかしてね、うん、もうちょっと55年のチェロにもうあまりにもこう肩入れしすぎて、うん、こいつこうやって流れ着いたやなみたいなのがもう思ってしまったんで、多分買うとしたらそいつなんやろうなと思いながら、うん、もうさそいつ扱いしてもう解剖みたいなそう、もし買った時にはまたじゃあ報告します。はい、聞けよっていう話だけど、はいはい、いつやから聞けるなっていう話やけどいやいや、あの買ったらそののんべんだらりの最初のオープニング曲よろしく。そうやね、くらないなんか、うん、どうなんいいやん、大丈夫、うん、あかねちゃんと私で右手と左手で連弾ピアノするで。なんで片手ずつな。花カルテットやでな。花カルテット、水、あかね。ええー、ね、花カルテット。花カルテットやで。うん、いい感じ、うん。誰も聞いてないんやけどな、まだ。というわけで、はい、長々されてしまいましたが、はい、そんな話でした。はい、ではまた来週。はい、また来週。バイバイ。はい。